年会費がかかりますが、ポイントカードの新規入会されますか？レジで商品の会計をした際に店員からこう問われたら、多くの人は一瞬身構えるか、いいえ、結構です、と即答するのではないだろうか。しかし、1500円の年会費がかかるのに、登録者数が100万人を超える会員組織があるという。日本のアウトドア総合ブランド、モンベル、大阪市のモンベルクラブ、だ。アウトドア業界が活況を呈しているとはいえ、なぜこれほど多くの人を引きつけるのか。そこには特典やサービスだけではない会員制度の形があった。編集部、登山愛好者の10人に1人がモンベル会員。1975年、大阪で産声を上げたモンベル。登山家でもある創業者の辰野勇会長らが、自分たちの欲しいものを作ることを目指し、小さな倉庫で始めた文字通り、ガレージブランドは、46年の時を経て年商840億円、2019年、という最大のアウトドアブランドに成長した。経営面での躍進もさることながら、注目したいのはモンベルが運営する会員組織の登録会員数だ。組織発足35年目の今年4月、その数は100万人に達した。総務省のまとめによると、2020年の15歳以上の登山、ハイキングの行動者は972万7千人。つまり、登山愛好者のおよそ10人に1人以上がモンベルクラブ会員という計算になる。モンベルクラブが発足したのは創業から11年目。今でこそ直営店販売を強みとするモンベルだが、当時は代理店、問屋、そして小売店を介して販売するという商習慣に身を置く企業の一つだった。人気商品だけが販売される仕組みに、モンベルの常務取締役広報本部長の竹山史郎さん、64、は、もどかしい思いがあった、と振り返る。自分たちが届けたい商品を広く消費者に知ってもらうためにはどうすればよいかを考えた末に、自社のカタログや開放誌を直送する会員制システムを立ち上げた。それがモンベルクラブの原点となった。1500円の会費制は当時から、単純に制作と発送にかかる経費から算出した料金設定だった。会員を増やすために会費無料とする発想は当初からなく、いかにしてクラブをサステナブルなものにしていくかが重要だった、という竹山さん。そのためには、モンベルのやり方を理解してくれるファンを地道に広げていくことを優先した。その後、商品購入時のポイント還元制度を導入したり、出かけた先で会員優待が受けられる宿泊施設などの提携先を広げたり、会員限定のイベントを開催したりと徐々にサービス内容を拡充。着実にファンを獲得し、創業30周年の節目を迎えた2005年、辰野会長が突然、会員100万人を目標に掲げた。当時の会員数は7万8000人。100万人という数字ははるか遠く、社員の誰もが驚いた。30年前の創業当初に思い描いた会社を実現させた辰野会長が、次の30年後の姿に思いを巡らせたものだったが、会員数は予想をはるかに上回るペースで増え、わずか16年で100万人に達した。信頼を築く、ファンド、根強い支持を集める要因は様々だ。生産コストを抑えて生み出すコストパフォーマンスの高い製品、アウトドアフィールドで市場を作り出すというユニークな店舗展開は業界でもよく知られている。
そのうちの一つに、売上に直結しないが、ユーザーとの強いつながりが感じられる企業活動がある。モンベルクラブファンドという独自の基金制度だ。1500円の都市会費から50円がファンドに回され、自然環境保護や社会活動に利用される仕組み。モンベル会員となることが社会貢献に寄与することにもなっているのだ。ファンドの対象となる事業や活動は多岐にわたるが、中でも社会的に大きく注目されたのは、アウトドア義援隊として被災地にテントや寝袋などの物資を支援する活動だ。1995年の阪神淡路大震災での支援をきっかけに、2011年の東日本大震災などこれまで数多くの災害支援に当たっている。社員もボランティア活動に積極的に参加する姿が、メディアでも数多く取り上げられた。こうした活動が会員の継続率向上や新規入会の増加に与える影響は少なくなかったという。収益の中から社会活動に還元するというのではなく、あくまでもモンベルクラブの会費で行うことにこだわる。ファンドを通じた取り組みに賛同してもらえるかどうかは、企業市民としての信任を図る上で重要なこと。その点でモンベルの進む方向性を確かめるバロメーターでもある、と竹山さんは語る。企業としてのサステナビリティモンベルは今後、アウトドア用品の企画、製造、販売の領域を超え、自然環境への意識向上や自然災害への対応力、エコツーリズムを通じた活性など、様々な分野に活動範囲を広げる方針を掲げている。幅広いテーマ設定だが、モンベルだからこそ果たせる使命がある、竹山さん、という。普段からアウトドアの体験や遊びを通して経験を積むことでアウトドアのスキルを体得しておけば、の防災力、ひいてはの防災力の向上になる、長年の義援隊活動で得た経験から、災害発生前の備えや安全避難、装備の使い方や公的支援の申請まで具体的なノウハウを、今週出版予定のモンベル式防災術という一冊の本にまとめた。竹山さんは、多くの利益を上げても、その事業が社会に認められないものなら、いずれ消滅する。逆にいかに素晴らしい活動であっても、バランスの取れない事業もまた継続できない、と強調する。そこには、企業としての持続可能性を具現化する一つのモデルがあった。